エレベーター内で内装剤張り替え中に有機溶剤中毒。 災害発生状況有機溶剤中毒による災害事例ですエレベーターのカゴ内で内装ダイノックシートの張り替え作業を行っていた。 8階フロアで作業を行っているときに、午後になって応援に来た作業員は、エレベーターの開口扉が閉まっていたので、扉を開けたところ、被災者が内部で倒れているのを発見した。エレベーターのカゴ内で、内装ダイノックシートの貼り替え作業を行っていた。 8階フロアで作業を行っている時に、午後になって応援に来た作業員は、エレベーターの開口扉が閉まっていたので、扉を開けたところ、被災者が内部で倒れているのを発見した。災害が発生した原因。丸作業計画書。作業手順書が作成されていなかった。 丸二、エレベーター内の扉を閉めて有機溶剤を使用した作業を行った。換気設備が設置されていなかったため、換気をしていなかった。防毒マスクも使用していなかった。災害を防止するための対策。丸一、作業計画書。作業手順書を作成する。 作業手順の確認を行い作業は2名1組とし1名は室内作業1名は監視人を配置して換気立ち入り禁止火気現金を徹底させる丸に有機溶剤を使用する作業では換気設備を設置し保護具の適正使用の徹底を図る 硫化水素などの有毒ガスや酸素欠乏などの安全対策を作業員に教育する。